ほんまに？しかもマジで意識が高い。大阪方面17時ちょうどの網越行きが2番乗り場に参ります、新快速電車、大幅に遅れております、京都大阪方面の新快速電車は、運転の見込みが立っておりません。まもなく2番乗り場に参ります。網越行きをご利用ください。電車が遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。まもなく2番乗り場に17時ちょうど発普通姫路方面網越行きが10分で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。まもなく1番乗り場列車が通過します。アドライですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場列車が通過します。
Thank you.
場から姫路方面網走行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 京都線高槻大阪方面へお急ぎのお客様にお知らせいたします。本日は列車のダイヤが乱れております。次の新快速は湖西線から参りますが、湖西線から参ります新快速もかなり遅れています。そのため高槻大阪方面へ新快速と比べてこの列車どちらが早く着くかはまだ決まっていません。なお高槻ではこの列車の方が早く到着する可能性がありますが、現在のところ新快速とこの列車高槻大阪方面への到着の順序はまだ決まっておりません。確かに大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。次の新快速は湖西線から参りますが、この新快速湖西線内でかなり遅れております。まもなく山科に行きます。出口は左側です。湖西線の大津橋大見大子方面は3番、4番乗り場から発車します。他、停車電車地下鉄は乗り換えです。あなたのご協力をお願いします。
京都駅の入る信号が赤信号となっていますので、現在速度を落としております。先ほどもお伝えいたしましたが、新快速は五泉線内で止まっておりますため、高槻大阪方面、高槻大阪方面へこの列車と新快速どちらが速かったかは分かりません。確かに申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。奈良線、東福寺、富士方面は8番、9番、10番乗り場から発車します。長野線、丹波口、亀岡、園部方面は32番、33番乗り場です。駆け込み乗車やめてください。次の電車
車をお願いいたします。高槻からは快速となり、茨城、新大阪、大阪